ニコラ・カーソン・バトゥーム、1988年12月14日帯は、フランスのカルバドス県、リジュー出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルス・クリッパーズに所属している。ポジションは、スモール・フォワード。日本では、ニコラス・バトゥームとも表記されている場合もある。2歳の時にプロバスケットボール選手だった父親を、亡くす。2006年に、 マンハイムで行われた U18、アルバート・シュバイツートーナメントでフランスを優勝に、導き、大会 MVP を受賞。2007年ナイキフープサミットに参加。世界選抜チーム最多となる23.4リバウンド4スティールと活躍し、注目を浴びた。2007年 U-19 世界選手権では、フランスを銅メダルへと導いた。 2008年の NBA ドラフトで一巡目全体25位でヒューストンロケッツに指名されたがドラフト会議当日のトレードでポートランドトレイルブレイザーズに交渉権が移りブレイザーズに入団したシーズンに入って4試合目には早くもトラビス・アウトローに代わって先発起用されるようになり2009年3月13日のニュージャージー・ネッツ戦では 勝利を決める3ポイントシュートを含む20得点を記録。チームの中軸選手の一人となった。2009年のシーズンは右肩の怪我により前半の45試合を欠場。2010年1月25日の試合から復帰し2月27日のミネソタティンバーウルブズ戦ではキャリアハイとなる31得点、7リバウンド、7アシスト、3スティールを記録し、 存在感を示した。NBA がロックアウト中の2011年8月、リーグナショナルバスケットボールのスラックナンシーと、ロックアウトが終了するまでの契約を結んだ。2012年2月4日のデンバーナゲッツ戦で、チーム記録となる9本の3ポイントシュートを成功させ、自己最高の33得点を上げる活躍を見せた。2012年夏、 制限付き FA となったバトゥムは、ミネソタティン・バーウルブズから提示された4年4600万ドルのオファーシートにサインしたが、すぐさまブレイザーズが、同額の契約を提示し、残留が決まり、2014から15シーズンまで、ブレイザーズで活躍した。2015年6月24日、ジェラルド・ヘンダー・アッソン・ジュニア、ノア・ボン・レイとの交換トレードで、シャーロット・ホーネッツに移籍。 11月15日のポートランドトレイルブレイザーズ戦は33得点を記録し古巣に強烈な恩返し12月9日はマイアミヒート戦では11得点10リバウンド10アシストを記録し自身5度目のトリプルダブルを達成した2020年12月2日ロサンゼルスクリッパーズと契約した2021年8月13日 クリッパーズと再契約した。運動能力に優れたディフェンダー。長いウィングスパンを持ち、低オンプリンスと比較される。オフェンス力に課題を残すが、フランス代表チームなどでは、エースとして、得点を求められる場面が多く、徐々にシュートも改善されている。ありがとうございます。